扉を映しながら喋ります。自丸未遂について話します。そのなんとか議会の、元の、河合案里元、議員さんですかね。それとか、自殺未遂した人何人かいますよね。ちょっと題名には載せませんけども、だこんな時一応表向きには助かってよかったですねとか、せめて、なんだ、助かったのは良かったですねみたいな、ちょっとそういうのが表向きじゃないですか。だけど、自丸の、未遂で終わった人たち、ちょっと、たちっていきなり複数形ですけども、そういう人たちにしてみたら、どうなんですかね。本当は、ってか、本当に死にたかったかもしんないじゃないですか。で、なんですかね、説教されちゃうなとか、そういう心配しなきゃいけないですよね。自丸なんてこと考えちゃダメだよとか、なんてバカなことするんだみたいな、なんかそういう、説教を聞かなくちゃいけないとか、そういうのがありますもんね。で、私ビデオに上げたことないですけども、自丸を止めるかどうかっていうのを、それもなんか結構私的には、一般論では、その自丸をしたい人は、すればいいんじゃないかみたいにも思うんですよ。だけども、もしも例えば知ってる人がそういう感じの時に、なんかこう止めないとなんか悪いような気もする。で、何でしたっけね、なんかこう、じゃあすればなんて言えないっていうかね。それも本音と建前の好きな日本人みたいなね、そういうのも、そういうあれなのかなみたいにも思いますよね。なんか話ちょっと飛躍しますけど、例えばお茶の世界、茶道の世界では、お茶碗になんかこう印、なんかこう花柄がなんかあった時に、それをお客さん、客に見せるようにするじゃないですか。だけども、それ受け取ったお客さんはそれを回して、その花柄が口に当たらないようにっていうふうにするじゃないですか。で、じゃあ、そう、分かりきってるんだったら、そもそもお茶を出す時に、避けて花柄を、もみじでもいいんですけど、柄の部分を、避けて出せばいいじゃないかみたいな、なんか、そんなことも、考えたりもする。で、ちょっとそれを、自丸未遂とか、自丸を止めるかどうかっていうのを、ちょっとそれなんか、ちょっと私、紐をつけちゃったんですよね。本当に、丸したい人に対して、その自丸を止めたりとか、生きてればいいことあるとか、言うのもなんか白々しいし、じゃあかといって、そう、じゃあやればみたいにも、それも言えないし、なんかこう、話してちょっとまとまんないくて、ちょっと、ビデオまとまんないのなんであげるんじゃっていうこともあるんですけども、幸い、友達がすごい私少ないんで、ちょっと私かっこつけて、友達いないんですけどって今言ってもいいんですけど、正確に言うと、ものすごく少ない人間なんで、そういう自丸をしたいとか、そういう人に実際会ったことはないんですよね。さらに近所の人でそういうのあったらしいよっていうのは、それは聞いたことあるんですけども、だけど日本の場合、多分ひた隠しにすると思うんですよね、知ってる人とかなんやらの場合。なので、私は実際会ったことはないけども、近所のさらに知ってる人って、そういう人で、そうなんだっていうのは、ありますけれどもね。ということで、自丸未遂した人に、
まあ、この説教めいたこととか、あと嬉しそうにそのせめて助かってよかったじゃないかとか、そういうの言うのはどうなのかなみたいにね思いますよね、うん、あ、じゃあどういうふうに接すればいいんだってことにもなりますよね、まあまあ、こんな時に、あ、友達いなくてよかったみたいなね、うん、ことも言えるんですけどもね、まあ、うん、何事もなかったように接するんですかね、それとも、あのニュース見てないから知りませんでしたみたいにね、しらを切ったりとか、あとは、まあ、ニュースにならないような、まあ、一般人の場合はどうなんでしょうね、あの、あ、フェイスブック見てないから分かりませんとかって、まあ、しらを切って、まあ、何事もなかったように接するみたいなね、ちょっとそんなことを、うん、まあ、考えたりしましたね、はい、ということです。あの、いや、久しぶりに動画上げると喫音がちょっとひどくなってしまいましたね。なんかこう、私自身その喫音を、まあ、本当に克服したいんだったら、もう毎日1日短いビデオを1日3回上げればもしかしたら克服できそうだなっていう、そういう、あの、そういうなんかこう予想っていうか、そういう気持ち、春の予感とかって今あるんですけれど、だけどなんか、あの、克服するのが怖いっていうか、まあ、あの、私、あの、嫉妬深い 人々に囲まれて育ったんですよ。で、何かが上手にできるのがちょっと怖いっていうのがあって、なんかこうできなかったことができるようになると、そのからかわれちゃうんじゃないかとか、で、まあ、私も、あの、今家庭環境がちょっと変わったんで、もうそういう、あの、嫉妬深い人たちは、うん、7割方今もう、まあ、ちょっと疎遠になってるんですよ。でもかといって2割3割残ってるわけだしっていうね、ちょっとそんなのもあって、まあ、まあ、私もちょっと、あの、ありゃこりゃちょっと落ち着いたら毎日動画上げたりとかも、まあ、ちょっと考えたりはするんですけれどもね、はい、あ、すいません、あの、自丸未遂の話からちょっとそれましたけども、まあ、あの、自丸とかそういうのに、まあ、あの、そういう話題が気になるっていうのは、まあ、それは私は陰キャでコミュ障だからっていうのもあるんですよね、まあ、喫音もあるしっていう、そういうことでもあるんですよ。まあ、あの、陽キャの人はちょっとこういうこと表立って話したりしないと思いますね、はい、まあ、まあ、よっぽど、あの、この間ニュースでとかそういうことはあるかも、そういうので話題に出したりはするかもしれないですけどもね、はい、ということです、では、あの、まあ、月曜日が迫ってきてますけれども、はい、あの、まあ、まあ、何とかやり過ごしていきましょう、はい、では、あの、お付き合い、ビデオお付き合いくださりありがとうございました。